またがりましょう。どうぞ。暑くなったね。もう完璧ですよ。どうぞ、またがってください。そのままで。あるからね、面白いですね。結構キックアーマー結構足当たるんですよ。当たりますよ。もうだから言うたらレーサーエンジンを直接市販車に乗せてるようなもんやから。いや似合いますわ。お買い上げありがとうございます。実際これが売り物になったらどのぐらいなの。なんぼやろね、カスタムだけで300万超えてるんでね。で、ワンオフパーツが多いんで。はいはいはい。油圧クラッチとかもね、まあ、チャンバーもワンオフですしね。だから僕のと比べれるマッハがないんですよ、絶対に。チョロマさん足長いからマッハ似合うね。はい、ほんまに。小さい頃とヤマハの RZ とか R1 とかどっちもこきまくりましたからね。はい、おかげで僕の体も縫い跡だらけになっちゃった。お店だけ見たいけど。でも赤い、アイストララバーに赤木のマッハが出てくるでしょ。あれをイメージしてるんですよね。もう8番、もう腰下、オーバーホール。いや、全然その必要もないぐらい。うん、オイル交換まんめにしてんやろね。はい、あ、フロントフォーク、アドバンテージ。え、アドバンテージのステッカー貼ってますもんね。まあ、スタビライザーはめてブレーキ変えてるだけですけど、はいはいはい、ブレーキも効きすぎてね、タイヤが負けるんですよ。ロックしてしまいますね。十分効いたんですよ、あのノーマルのブレーキですね。どうぞ、エンジンかけてもらったら、はい、あ、これクラッチ軽くなってるやつ。あ、ちょっとですけど。ちょっと、はい、エロが元が軽かったから。あ、個体差激しいですね、刀は。刀すごいですよ。すごい硬い人もいるし。もうエロくなってる。ちょっとクラッチ握らしたらどんな。やらか。まあ、あれつけてもさ、そういうの軽くなったらないですか。あ、なるほどなるほど。はい、終わりです。はい、お疲れ様でした。